アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですが、 DJ ソアライズ的ファイナルファンタジーレコードキーパーモーニングルーティーンやっていきたいと思います。はい、デイリーミッションの消化とかもあるので、参考になったら嬉しいなと思います。リアタイの時間でどれくらいかかるのかっていうのを参考になってくれたらなと思います。まず最初にログインしたらやることは、1日1回無料のノーマル装備召喚ガチャ回していきます。こちらリセービーが毎日来るんですが、朝の5時でこれリセットされてもう一回回せるようになります。でデイリーミッションの報酬でお野菜がもらえるんですが、それの切り替えが12時になるので、深夜ですね、24時、そこをタイミング間違えないように、ログインしたらすぐ回すのが一番いいのかなと個人的に思います。こちらも揺れたりしてね、新規出たりする可能性もあるので侮れないと思います。次なんですが、ラビリンスダンジョン、こちらもラビダーも集会というのが1日1回のデイリーミッションに食い込まれているので、僕はまずは簡易探索をここで1回だけやります。1回簡易探索やるだけでももう一瞬で終わるので、そしたらしおりを使うんですが、しおり1個もらえるので、これぐらいの報酬がもらえて、でしおりもドロップする確率は割と高いので、トントンマイナスになることはないかなという感じです。多い時は何枚かドロップするので、スタミナに余ってたら使ってもいいかなと思います。その次に回すのがですね、パワーアップダンジョン、残りのスタミナ210を70を3回回って決勝をパワーアップダンジョンで周回してきます。で僕はファイナルファンタジー10が好きなので、無の砂漠、こちらで無の決勝を周回していきたいかなと思います。こちらの BGM が FF10 になるので、個人的にモチベーションがあってという感じです。基本的に戦闘はオートにやってすぐにスタミナ使い切るまで勝手にオートになるので、朝の皆さん忙しい時やるとしたら、ボタンポチッと押して、支度したり食事取ったりシャワー浴びたり、そういう時間にオート周回使うのが、ベストかなと思います。僕だいたい朝シャワー浴びることが多いので、その時に周回ボタンを押しときます。でここをちょっと注意したいところがあるんですけど、たまにバグってこの英雄たちが全然行動しないで、どんどん時間だけ過ぎていくんですけど、全然攻撃しなくて、敵の攻撃も何も起こらなかったっていう、なんかバグがたまに起こることがあるので、その場合だとちょっと目を離してもずっと戦闘が終わらないでそのままになっている場合があります。でその時って一回アプリ落としてもう一度ログインしてもその状態が治らないんですよ。でリターンしても治んなくて操作できなくなってます。解決方法あるんだったらコメ欄で教えてください。でその時一回バトルやめるんですけど、そうするとスタミナ35を使っちゃうので、朝の210使う、 70×3 周するんで、そうすると35スタミナが足りなくなっちゃうので、そこが注意という感じですね。スタミナ回復薬は皆さん余ってる場合もあるので、そこはうまくやりくりすればいいかなと思います。はい、で、リアルタイムで今回は3周回るまではやっていきたいと思うので、リアルタイムどれくらい時間かかるのかなっていう感じで見てくれたら嬉しいです。で個人的になんですけど、やはりこのパワーアップダンジョン周回するときは放置してるので、デバイスにずっとつきっきり、 iPhone ずっと持ちっぱなしでやってるわけじゃないので、割とその時に支度したりとか着替えしたりとか違うことをやったりして、気づいたらもうスタミナ使い切ってますみたいな画面になるので、あまりそんなに気にしないでこのボタンポチでいいかなと思います。スタミナ側の使い方とかダンジョン回るところは皆さんいろんなプレイスタイルとかライフスタイルで影響してくると思うんですけど、僕はパワーアップダンジョンを回ってます。基本的にスタミナがあった時はパワーアップダンジョンポチッとやってます。今ラビダンシーズン8が始まって新しい英雄フラグメントを獲得しなきゃいけないので、最初に簡易探索やって、残りでデイリーで溜まってきたスタミナは簡易探索で使うこともあります。で最近だと僕1日1回は手動で探索もやってるので、15層のところ、そこは1日かけてやったりする場合もあるんですけど、朝僕トレーニングする場合があるので、朝走ったりウォーキングしてる時にポチポチやって、オートでバトル自体はオートになるので、結構時間かかるので、ね、手動で回るとき
Apple Music で音楽聴きながらやってますね。はい。まあ、ながら歩き危ないので、本当操作するときは注意して、止まって、ボタンポチポチ、やってます。まあ、そんな感じで、まあ、ラビダンも周回。まあ、基本的にはデイリー報酬を獲得するものは、朝一の簡易探索でやってます。まあ、朝一簡易探索やらないで、そのまま手動で潜り込んどいて、スタミナをまず60ぐらい使って、その後にパワーアップダンジョンをオート周回して、そこからポチポチやるパターンもあります。そうすると1日1回の個人的になんですけど、まだデイリー周回のラビダンが1周終わってないんですよ。そうするとデイリー報酬がもらえない状態ではあるんですけど、なんとしても日付が変わる前にラビダンの報酬しおり1枚もらうぞっていう、そのためにラビダンポチポチ頑張ろうみたいな、そういうので自分に追い込みをかけるためにわざと簡易探索しない時もあります。まあ、基本的には朝1枚簡易探索使います。はい。まあ、今回は簡易探索をまず最初にして、その後に残り210のスタミナ 70×3 周、こちらをやる、まあ、僕の一番通常のルーティンでやってます。まあ、基本的にはスタミナを消費するのを正直このパワーアップダンジョンでやる必要はないと思うんですよ。結構がっつりやってる方だったらもう結晶は不足することは基本的にはないと思うんですよね、そんなにタイムリーに。なんですけど、まあ、僕お野菜が結構欲しいので、基本的にドクターモグのデブチョコボですね、デブチョコボの報酬結晶のところまでは全部取るんですよ。そうすると結構な消費量使うので、まあ、毎日欠かさず最低3周は回るようにしてます。でお野菜を獲得するっていうのを毎日やってますね。で日曜日だったらお野菜が2倍になるので、まあ、そこで期限が切れそうなスタミナ回復薬を使ってちょっと放置したりする場合がありますね。スタミナ900ぐらいにしてオート周回でずっと回ってもらうみたいなのをやったりしてます。で、まあ、あとは基本的になんですけど、まあ、この後にも説明するんですが、基本的に朝のこの操作するときは僕メイン iPhone、 現在使ってる iPhone のデバイスはiPhone 13 Pro Max、 1TB のバージョンも使ってて、まあ、動作的には全然問題なく使えてます。でたまに古いデバイスでお風呂とか持ってくときは iPhone X 使ってるんですが、 iPhone X 結構古い機種になるんですけど全然問題なく使えています、 Apple 事情で言ったら。でこの朝のモーニングルーティーンのこの決勝周回までは僕メイン iPhone の、普段いろいろ使うやつの iPhone、 メインの iPhone を使ってやってるんですが、ここから僕デバイスを切り替えるんですよね。で本来だったらあのデイリー周回終わった後に、まあ、ここを設定するまでを僕大体朝、大体午前中にやりますね。で大体この今の流れで言って朝ガチャ回す、デイリーガチャ回す、で簡易探索でラビダン1周回る、今これ最後のあれですね、1周ですね、3周目パワーアップダンジョン、これでダンジョン3回回る、でスタミナを全部使い切る、まあ、これをまずメイン iPhone でやるんですけど、まあ、パワーアップダンジョンでやる理由は、まあ、お野菜集めるっていうのもあるんですけど、簡易探索は3周回っても4周回っても10周回ってもあれなんですよ、デイリー報酬のダンジョンをクリアするっていうのにカウントされないので、まあ、どっかでダンジョン回らないといけないので、僕はパワーアップダンジョンを選んでます。はい。まあそのスタミナを使い切るって意味では、他の魔石とかだとスタミナ1しか使わないのでスタミナを使い切ることがないので、まあ、昔よくやってたのはスタミナ全部はラビダンで使い切る、でその後に魔石ダークオーディン周回に切り替える、マギマラですね、マギマラをやるために僕はダークオーディンをやるんですが、まあ、この後ダークオーディンの操作に3周目終わったら切り替えるんですけど、まあ、ダークオーディンのいいところなんですけど、まあ、メリットが結構あって、まずギルが稼げるんですよね、まあ、ギルも稼げるのと魔石の報酬がないから荷物がパンパンにならない、持ち物で溢れることがないっていう、であとオートパーティー組んでも倒しやすい難易度になってるのと、スタミナが切れることがないんですよね、一周回ってると。
よくゲーム紛れまれやる方とかもいると思うんですよ。バトル一瞬で終わるから回転数めちゃめちゃ早いんですけど、スタミナが途中でなくなっちゃうんですよね。でそこで止まっちゃう。で僕もいろいろ試したんですけど、まあ、ゲーム紛れまれとかやると、まあ、エラーで止まりやすいかなっていう僕の肌感ですね。まあ、実際はどうかわかんないです、まあ、詳しい方いたら教えてくれたらコメント欄で教えてください。まあ、僕の肌感で言ってこういつも周回をスタミナをどう使うか、スタミナを使った後ですね、デイリー周回終わった後にどうマギマラやるかっていうのをいろいろ研究した中で、ゲームマギマラは僕はやらないっていう、そのエラーで止まっちゃうことが、まあ、結構多いかなっていう。でダークオーディンは割とエラーになりにくい僕の感覚ですけどね。なのでまあ、それで、まあ、調子いい時なんですが、大体この朝まずログインします。でガチャ回します。でラビダン1回簡易探索します。でその後に今パワーアップダンジョン3周、まあ、いやこれオートで放置しとく、画面につききらなくていいのでここ放置してる。で気づいたらもうスタミナもう使い切りましたよっていうマークになるので、まあ、これ最後ですね、 3分の3の、まあ、ここはまあ僕必殺技オフにしてるんですけど、まあ、それは撮影用に、まあ、撮影じゃない時もそうなんですけど、基本的にオフにしてます。周回数そっちの方が早く終わるのでね。で今オンにしたのは理由があって、この後ダークオーディンを周回するためにダークオーディンは必殺技オンでいくので、まあ、切り替えられるタイミングでオンにしときます。まあ、それには理由があるんですけど、まあ、すぐこうバトルにするって押した時にオート周回にする時だともうそのまま戦闘入っちゃうんで、オフのままにしちゃってると倒せなくなっちゃうので、これでスタミナを全部使い切ってデイリーの3勝終わりました。大体この今のスタミナ使い終わりましたよマーク見たので止まってるのがあるんで、それを確認したらまあ、こちらで今ちょうどデイリー報酬が全部獲得しましたよっていうのがあるんで、まあ、次、まあ、これウィークリーの週報酬にも影響があるので、まあ、ウィークリーの魔石ミッション星5ですね、これだけはまあ、早い人は日曜日の12時切り替わった瞬間にやったりとか月曜日とかにすぐやっちゃうと思うんですが、僕はなんか気づいた時に、まあ、やるようにして、まあ、一応報酬は逃さないようにしてます。で月間報酬の魔石ミッションが月20回やれなんですけど、これはだいたいもう初日で僕は終わります。これから魔石ダークオーディン周回をするんですけど、これがもう朝のまずこのルーティンで、だいたい今のこのガチャ回してからスタミナ使い切るまでの時間、これ今測った感じでいくと、まあ、12分ぐらい、だいたい12分ぐらいでガチャ回して簡易探索やってオートでスタミナ使い切るまでのパワーダン3周やると、まあ、だいたい12分ぐらい、まあ、10分から15分の間でできると思ってください。まあ、一番時間かかっているパワーアップダンジョンのあそこは放置できるので、まあ、そこのところは、まあ、自由に使えるかなと思います。でその後に終わった後にすぐダークオーディンの準備をします。だいたい僕これは朝9時までにやります、この設定を。で今回はキャラアイパーティーで、まあ、アリゼ様とアリゼお嬢様、ビビちゃん、ユーナ様、デッシー君、ティナちゃんと用意して風パーティーで組んでます。風パで組んでおります。で、まあ、これ基本的に僕このダークオーディン周回するときは、なんだろう、現行の、まあ、今後来るエデン対策用のシリーズパーティーで組むことが多いです。まあ、仏間混合にすることもあるんですが、でここでマギアポイントを稼ぎたいやつを中心に、まあ、メインアタッカーとやってます。でフレンドチェインをその属性にして、で魔石なんですが、まあ、エデン使ってますが、まあ、星6魔石でその属性のところを強化できるやつ、円2発乗っけてるやつをつけて確実に属性判定がそのパーティーになるようにしてます。でこの自動周回開始ってところのこの画面、この入り口の画面、ダークオーディンに挑むところのところで、このメイン iPhone のデバイスを、まあ、FFRK 終了して、僕がやってるのはタブレット型の Surface っていうタブレットのやつがあって、アンドアップの PC 版の FFRK があるんですけど、そっちを起動して、まあ、そうするとこの戦う前のところで準備してるところになるので、そこでオート周回ってポチッとやって、まあ、大体9時までに僕それを
やりますね。ダークオーディンのアンドアップを立ち上げて、そこからオート周回ポチッと押して、ずっと戦ってくれます。もう調子いい時は朝の5時、まあ、4時59分かリセット日、リセット時間になるまでずっと永遠にダークオーディンと戦ってくれます。まあ、エラー起きる時もあるんですけど、結構調子よくずっと一日中ダークオーディン戦ってくれますね。まあ、ダークオーディンの本当にいいところって、まあ、さっきも言って重複することもあるんですけど、大事なことなんで何度も言いたいと思うんですが、まずあれなんですよね、まあ、オート周回組みやすいのと、まあ、マギマラ、まあ、マギマラの効率といったら、まあ、一番いいわけではないんですけど、スタミナをずっと維持しながらずっと戦ってくれるんですよね。なので、まあ、マギマラガチ勢だったら違うと思うんですけど、まあ、僕は基本的にそこまでマギマラガチ勢ではないので、気休め程度でマギマラポイントを稼いでます。これでも1週間とかやってると相当な数になるので、ダークオーディンだけでも。で、属性ごとに僕はパーティーを組みます。でユナ様に関してはもうすでに全てマギマラはもう100超えてて、4000超えてるんですけど、9199目指すために中心として常にキャラ愛のユナ様を使っております。まあ、基本的に絆チェーン、星7チェーンとか持ってる場合だとフレンドのチェーン枠は使わないで、そのまま絆チェーンで開幕いきます。で、リミットブレーキチェーン持ってる人は入れていたらリミットブレーキチェーンも使って入れます。まあ、あとは基本的にもうオートなってバシ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 やってもらうという感じです。もうずっと放置ですね。で、メインアイフォンは使わないで家にずっと置いてるタブレット、まあ、サーフェイスだと PC 版のアンドアップ版のファイナルファンタジーレコードキーパーが使えるので、それでずっと放置してます。もう僕の本当体感で言うと全然こうエラーにならないで、割と一晩中というか、もう午前中に設定するんですけど、僕はだいたい9時とか朝9時に設定します。だいたい9時に設定して、それをずっともうほったらかしです。普段の、まあ、夕方とかにやってる、僕がやってるファイナルファンタジーのシリーズものだったり、まあ、レギュラーの配信の一つとかファイナルファンタジー14とか配信してる時もずっとほったらかしでオーディン戦ってくれてます。で、ここね、やっぱユーナ様のね、技を使いたいので、風の判定も入るんで、新奥義使ってるんですが、まあ、倒しきれないところは、他のメンバーたちが、カバーしてくれるという感じです。はい。で、ダークオーディの本当にいいところは、まあ、この、1回のバトルが、ま、そこそこ時間かかるので、まあ、1周するまでは効率的には、ちょっと時間かかるんですが、放置できるっていうのと、まあ、報酬でアイテムが溢れないっていうのと、あとギルが稼げるんですよね。この報酬で50万ギルかもらえるので、これが50万ギルですね。2回戦ったら100万ギルになるので、まあ結構ギルの報酬は熱いかなと思います。で、アルカナも溜まっていくので、いっぱい魔石組み直したりするときにアルカナ不足っていうのも解消できるので、そこはかなりおすすめかなと思います。だいたいダークオーディンはもう普通のデイリーの周回が終わった、スタミナを使い切ったときに僕は別のデバイスでずっと放置するという感じですね。もう本当にずっと放置してます。はい。で、まあ、もしエラーで止まっちゃってたら、まあしょうがないよねっていうので、それに気づいたときにポチってまた再開させてあげてます。で、今回は、まあ、せっかく動画にしてるので、最近ラビダンシーズン8スタミナを、スタミナ回復薬、まあ、900まで使って、しおりちゃん使ってやってみたいと思います。まあ、これは結構ね、どれくらい貯めようかなってすごい僕思ってるんですけど、まあ、200個以上はストックは貯めていこうかなと思います。はい。で、最後にスタミナ 60以上残してるのは、まあ、手動探索、1日1回は手動で僕やるので、この簡易探索でやると、そのフラグメントランダムで10個もらえるんですけど、まあ、手動でやると150個ぐらいは集まるので、1周で、まあ、かなり、まあ、時間はかかりますけど、旨味成分もあるかなと思います。今現在デブチョコボも
報酬リセットされているので、スタミナ回復薬が50以上でゲットできなかったので、まあ、ここ、あ、ごめんなさい、あの、ちゃんと全部取ってなかったですね。これでスタミナ回復薬を全部ちょっと取り切ると。ここももったいないのでしっかり持ってきます。で、一応プレゼントボックスにある、まあ期間がを確認したりしますね。スタミナ回復薬期間が近かったら、まあ、僕がよくやるのは、まあ、日曜日にスタミナ900にしてお野菜集めるパワーダン集会、もしくは今だったら、まあ、しおりも結構余ってるのでラビダン簡易探索をでガンガン使っていくっていう感じですね。まあ、結構長い動画になったんですが、基本的には朝のモーニングルーティーン、あの、まあ、ガチャ回す、次にラビダンを簡易探索、もうそこに関してはもうすぐ終わるので、あとはスタミナ210をパワダンで使うっていう3周回るってやつなんですけど、まあ、そこに関しては10分ぐらいはかかっちゃうんですけど、まあ、放置してる間に、まあ、朝歯磨いてる間とかシャワー浴びる時とか朝起きてポチッと1回してあげればいいのかなと思います。まあ、この僕のデイリー集会のタイミングも参考になったら、まあ、昼でも夕方でも夜でも寝る前に参考になったらいいなと思います。皆さんもファイナルファンタジーレコードキーパー楽しく、まあ、プレイスタイルとかライフスタイルによって起動できるログインできる時間が違うと思うんですが、少しでも参考になったら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。皆さんご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。